おお、辰明じゃん。辰明じゃん。しかも私より格上っていうね。私のレートが763で辰明が887。いいね、やっぱり格上の方がこうテンション上がるからね。結構この Wii スポーツで割と同じ人と当たること多いんだよ。あの野球とかなんだけど、ボクシングにおいてなんか同じ人と当たるのって結構偶然かも。あんまりないと思う。だからボクシングで2回やる人、今回辰明が初めてかもしれない。なんか基本1回やるとね、その同じ人ともうやんないことが多いんだよ、このボクシングにおいて。なんですごいもう奇跡と言っても過言ではないかもしれない。辰明いいね、辰明お前その生え際をねパンチして交代させてやるよ。辰明気にしてんだろ、生え際。コメントでも言われてるぞ、辰明くんの生え際がみたいな。おい、辰明とあいつ口はね、この運命的な何かを感じるからな。辰明、辰に明と書いて辰明、明とは秀と読むから、だから辰秀になってたかもしれない。それを親のあれで辰明になったからね、本当は辰秀になったかもしれないんだけど、それは私今日勝つよ。辰明とのこの因縁に蹴りをつけます。あ、これ実は辰明との戦いが2回目なんだよ。あの1回目との辰明の友情の戦い、概要欄にリンク貼っとくんで、もしよかったら見てください。辰明の目が本気だな。こいつはやるときは男だからね、やるときはやるね。いや、でもお付けしゅ HP は互角。いや、クソ、やるじゃねえか辰明。よーし、いい余計な辰明。あ、そうだ、私前ねボクシングの動画出したんだよね。そこで打つときにシュッシュっていうのが大事らしい。シュッ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 。ラウンド2、辰明、あまりの興奮に時間を忘れていたよ、辰明。ただ、ここは私は行くよ。いや、落ち着け。こいつできるぞ。こいつの目は昔と違う。前を見てる目だ。いや、くそ。やばいやばい。辰衆が強い。いいよ。落とせ衆。ゴリ押せ。ゴリ押せ、もういい。もう行け。行け、もう攻撃だ。攻撃こそ災害の防御ってばあちゃん言ってた。頼む。もう、パンチしかするな、衆。いいぞ。いい。落とせ。落とせ。行ってくれ、衆。もうどこでも狙い。急所でも狙い。シュイケ、起きて、あとホンちゃん顔面落とせ。くそ、こいつの精神力が強すぎる。行ってくれ、あとちょっとなんだ。あとホンちゃん、ここを乗り越えればシュイの勝ちなんだ。くそ、両者その手、やはりな辰明、お前ここで終わる男だと思っていない。私が認めた数少ないライバルのうちの一つだからね、辰明。お前はもうそろそろ上に行く人間だと私は思っている。ただ私を超えれないとお前は受け入れない。そのライバルとして私はいつまでも辰明、お前の前に立ち上がることに。辰明甘いんだよ。お前のライバルとして私は上に行くよ。今日勝ってお前をつるっぱげにしたら辰明、もうお前の生え際しか攻めない。いや、やばい、これだってやばいな。私1回しか倒してないもんね。やばい、負ける。ちなみに前回戦った時、私の圧勝ね、あの圧勝の動画概要欄にリンク貼っとくんで、もしよかったら見てください。いや、時間ねえんだこれ。そう、これ3分なんだけど3分じゃないんだよね。ファイナルラウンド、ここ攻撃的マッシュ。もう時間がないもんね、攻めるしかない。引き分けは負けと一緒だからね。いや、そうじゃないかもしれないけど、ゲームの世界での引き分けは割と負けと一緒だもんね。引き分けイコール負け。パズドラでもさ、相手と同時に負けたら負けるもんね。いや、勝ちて。ただ辰明のこの生え際の防御率が高すぎる。なかなか生え際を戦わせてくれない。これアッパーとかもいい感じにいくんでしょ。やばい、時間ね。くそ、辰明の防御は硬い。いけるぞ、シュもらった。見聞色を極めて。いや、ただ時間がないぞ。落ち着けシュ、絶対チャンスある。辰明、ただ目が本気だな。こいつはやるときはやるんだよな。ただ落ち着けし、残り時間残り半分切っている。ここで両者先に取った方がこのゲームを優位に進めると言っても過言ではない。落ち着け、この一発に全てを込める。きたー。おお、これは勝っちゃったのかな、辰明。上上上上、右手左手、右手左手。判定持ちまでには行きたくない。いや、ここは逃げるより私は攻撃に行って勝つ。逃げて終わる勝負なんて何も面白くない。勝ってこそ真の勝利があるからね。城之内くんも言ってた。だから私はここで一本取って絶対勝つよ。上には上がいるということをこの辰明に分からしてやる。俳優はスペシャル。もらった。辰衆にしてやる、お前を。明日からお前辰衆だ。いや、でも残り、いけそうなんだけどな。ここのままご了承したい。いや、もういける。時間ね。時間がない。所詮辰明はこのレベルよ。私が本気になればもう辰衆ですよ。いいね。いや、どうしよう、今日行くか、もう一度行こうか。
さらなる強者に出会います。なるほど、天聖達明か。みんなこれさっきよりレート上がってるからね、931達明になってる。なんでもうさっきの達明だと思ったらやられる。私も心していくわ。さっきの達明もう見た目は一緒でも全然違うみたいな、そんな感じだね。だからこの達明、だからこの達明、私は勝って上に行くよ。まさか2回連続出てくるとはな。さすが生え際系 YouTuber 達明、やばい、生え際系 YouTuber 達明、達明 TV やるじゃないか。達明 TV、 シューゲームズ対達明 TV、 達明 TV とシューゲームズ、勝つのはどっちかなって言われるとやっぱり私は勝つしかないんですよ、達明。いやでも達明の目が本気だな、目力がすごいね。こういう目で女の子見ると女の子もいやかわいいってなるだろうね。達明、達明お前は今女に見とれている場合だからそんな格好になっているんだよ。このボクシング一筋のシュー、お前はボクシングの B フィットボクシングの動画を出しているか出していないで、私はその動画を出しているからな。動画出してまた謎ゲーしましたねって言われてるから、達明お前とはボクシングの経験値が違うんだ、達明。いやだボックスが当たらないよ、落ち着け、そこいけ、頼む、ご利用してくれ。さっき防御系すぎたシューが、攻撃的にいった方がいい、絶対攻撃耐性の方がいい、攻撃は最大の防御、いくよ。いやでもパンチが当たらない、残り20秒、ここで1ラウンド取っとくのと取っとかないじゃ全然天と地の差。終わりか終わりか。達明ってちなみに顎ひげあるんだよね、ひげひげがあるんだよ、だからさそこも達明の魅力の一つだよね。ラウンド2、いや有利なのは私は絶対有利だからね。いやいいね、このゾーンに入った時のモーションすごい好きだよね、このスローになる感じ。なんか現実世界でもこうなんのかな、なんかゾーンに入ると球がゆっくりに見える。いやパンチが重いね、一個一個のパンチが達明を上がってる、覚醒達明だからね。だから転生にはなってないからね、この上がいるかもしれない達明の。いや待って難しい、アッパーとかでも私決めたいな。いいね、この横腹を攻める感じは私好きよ。達明の腹狙うか、ボディって効くっていうもんね。で決め手に生え際ショット行こう、生え際ショット、やべ HP なんでこんな食らってんのし、嘘でしょ嘘でしょ、やばいやばい、生え際 TV の達明が強すぎる。うおあぶねえあぶねえ、やるね達明、さすがエジプト帰りだけあるね、強いね。さっきとレートが全然違うもん。いやここ私マジで1ポイントだけでも取っときたい、残り1分11秒間カップラーメンできるまでに絶対倒しておきたい。いいよかわせ、いやでも達明のいやーエッチ、よし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 、いやもう殴れ、し殴るも、もうどんな手を使ってでも勝て、もうルールなんていい、やるじゃねえか達明。で次のラウンド大事だね、このラウンドでいかにダメージを稼げるかによる。いやいいね、顔面素敵、生え際 TV の達明対シューゲームズ、いや勝ちて、いやいいね、生え際ショット決まってる。でも達明の眉毛すごいしっかりしてるね。いやこれシュー倒せば勝ちじゃない、いやもらった、いけいけ、もう勝てシュー、いやここシューすごい覚醒してる。あまだあんのか、今3回倒せなかった。いやでも今のはいいパンチだったね、猛攻に大ダメージだった。いやーやるで達明、メンタルも上がってるね。昔なら僕の猛攻がみたいな感じで終わってたけど、そこもファイナルラウンド現時点だと私ダウン1個有利してんだもんね、なんで今圧倒的有利な状況。うわいって水落ち食らった、やばいやばい、達ってる。いやいいね、いやでもここは私もうもらってんじゃない、いややばい、たたきパンチの威力が上がってるからね、相当上がってる、パンチ一個一個の威力が。アルスタイナゾーン、ゾーンに入りたい、あのかわすやつ、いやこれね、これ好きだよね、このモーションめちゃめちゃ素敵。いいね、たたきに腹パン、いやたたきに腹パン、いやでもたたきね、ここぞというここぞの一発がでかいからね、そこだけ気をつけていこうしゅう。いやいい、これももらってんじゃない、あと1回ぐらいでシュー倒せると思う。いやでもたたきの粘りがすごい、いやーやるねやるね、達明、達明もこの試合にかける思いがすごいんだろうね。粘りの達明、ある人が言っていたネバネバ力、
それを辰明お前は実装しているな。ただ私ももう負けられないからだ、背負ってるものがあるからな、私も負けられないんだよ。いやいいね、シュー上手くなってない、リアルに。結構ボクシング下手って言われるんだけど、なんか本当にリアルに上手くなってない、シュー。なんか本当に上手いよね、すごいパンチ当たってるし、すごいなんかシューが上手くなってる気がする。なんか全然やられる気しないもんね。いやでも残り HP わずかだ。いやこれ決めたいな。いや今当たんなかったか、やばい時間ねえ、持ってけシュー。おこれ持ってきたいな、持ってけ、ご両性ご両性シュー、いけ、もう今当たれか、判定か。いや辰明汗すごいね、塩作れそう。いやもう圧勝。いやこれでもう力の差を見せつけれたな、辰明とシューの。下がってるー。